ラジオ体操は国民の体力向上と健康の保持や増進を目的とした一般向けの体操、またはその体操用音楽をピアノ伴奏に乗せて指導を行うラジオ番組。本項目では特に断らない限り、日本放送協会で1928年に放送が開始されたラジオ番組並びに同番組で紹介される体操について扱うとともに、 ラジオ体操を取り扱うテレビ番組であるテレビ体操についても記す。なお、1999年に制作され、同年からラジオ体操、テレビ体操の番組内で紹介を開始したみんなの体操の詳細については、同項目も参照のこと。戦前のラジオ体操家基準会ラジオ体操、みんなの体操会ラジオ体操は、1922年4月には、 ボストンの放送局ワギーが放送しており、九百二十五年までに世界初の商用ラジオ放送局として知られるピッツバーグのケイド化はじめ、ドイツなどでも同様の放送があったという。日本では、九百二十八年八月一日から一過月間、日曜を除く毎朝六時から、社団法人日本放送協会、大阪中央放送局が放送したのが最初であるが、 すでにあった都市体操を指導員の号令のみで行い伴奏はなかった。後につながる日本のラジオ体操はアメリカのメトロポリタン生命保険会社により健康増進衛生思想の啓蒙を図る目的で考案され1925年3月31日から広告放送として放送されていたラジオ体操番組セッティングアップエクササイズが元となっている。 放送開始に先立つ1923年に保険事業に関する調査のため訪米した、低新省の井ノ熊、貞春会議保険局監督課長が、メトロポリタン生命保険会社のラジオ体操の企画を知り、1925年7月に、低新協会雑誌で紹介した。井の熊は1927年8月、簡易保険局の会議において、 昭和天皇即位を祝う事業として、ラジオ体操を提案。1928年5月24日に、簡易保健局、日本生命保険会社協会、日本放送協会の3社が体操の考案を、文部省に移植した。文部省では、体育課長の北とよ吉を委員長とし、体育研究所技師の大谷竹一などを委員として、検討を重ね、十月二十九日に、 国民保健体操の名称で発表、同年11月1日7時に天皇のご体験記念事業の一環として東京中央放送局で放送を開始した。振付は郵便局員が全国に周知した。初代の担当者は陸軍富山学校軍学隊の三等学長から番組専属のアナウンサーに転じたエギリーチ。なお、資料によっては、 翌1929年2月12日から全国放送が実施されたとされるが、前日の大阪中央放送局のほか、名古屋中央放送局で同時刻に独自の体操番組を放送していたことがあり、絵ギの放送が全国放送として定着した時期は1934年以降であるとされる。百五十一年制定、同年五月六日放送開始。 現在の体操は3代目。背伸びの運動腕を振って、足を曲げ伸ばす運動腕を回す運動胸を反らす。運動体を横に曲げる運動体を前後に曲げる。運動体をねじる運動腕を上下に伸ばす。運動体を斜め下に曲げ、胸を反らす運動体を回す運動両足で飛ぶ。運動腕を振って、足を曲げ伸ばす。運動深呼吸の運動1952年制定。 同年6月16日放送開始。現在の体操は3代目。全身をゆする運動腕と足を曲げ伸ばす運動腕を、前から開き、回す運動胸を反らす運動体を横に曲げる、運動体を前後に曲げる運動体をねじる、運動片足飛びと、駆け足足踏み運動体をねじり反らせて、斜め下に曲げる運動体を倒す運動両足で、飛ぶ運動腕を振って、足を曲げ伸ばす。 運動深呼吸の運動詳細は、みんなの体操を参照1999年9月に一般公募などにより制定され、同年10月9日に発表記念式典が行われた。高齢者に負担が少ないように、ラジオ体操第1、第2に比べて運動量が抑えられているのが特徴で、加えて、在での運動が考案されている。なお、みんなの体操制定に際し、 ラジオ体操第1と第2にも在の運動が作られた。テレビでは従前の立位運動と一緒に取り上げられているほか、日によっては指導者が在運動ならではの注意点も重点的に解説する。現在の放送ではオープニングテーマ、指導者の挨拶、ラジオ体操の歌、補助体操、ラジオ体操第1、首の運動及び補助体操、ラジオ体操第2、 出演者の紹介をして、終了の挨拶、エンディングテーマという構成になっている。夏季順回ラジオ体操の期間中は、オープニングの挨拶の中で訪問した地域の名所、特産品等の紹介が行われる。出演者は原則として指導者と伴奏者のみ。首の運動及び補助。大久保サブロー作曲、演奏による補助体操曲も CD 化されている。現在放送される。 ラジオ体操の歌は3代目で、1956年9月に発表。藤浦工作士、藤山一郎作曲。早朝の会のみ、茨城市立北中学校の合唱による。2008年4月から11月までは、歌の終了後に、ラジオ体操80年というコールを期間限定で流していた。ただし、下記、特別巡回ラジオ体操。 みんなの体操会の生放送がある時は流れなかった。初代ラジオ体操の歌は1931年7月に小川隆都作詞、堀内慶造作曲で、二代目は1951年9月に脇大地作詞、大中音作曲で、それぞれ発表されている。10分版と5分版があり、5分版では、オープニング、指導者の挨拶と出演者紹介メインの体操。 エンディングという構成となる。10分版はメインの体操が2つになり、その間に補助的な運動が加わる。出演者は指導者と伴奏者、数名のアシスタント。NHK 放送センターのスタジオで事前収録されたものが放送されるが、季節に合わせて2ヶ月ごとに内容を変えている。また、番組の特性上、途中で体操をやり直して、 編集でつなげるといった作業が難しいため、収録時に音楽もタイトルも同時に入れる。いわゆる、スタジオカンパケ形式で収録される。指導者の説明や実演は台本を見ずに行われる。一方、放送時間が決まっていることから、伴奏により体操の時間を秒単位で調整したり、補助運動の伴奏をその場で考える必要がある。ことから、伴奏者には、 即興演奏の技量が求められる。なお、みんなの体操の伴奏には、事前収録された音源が用いられる時もある。夏休みのラジオ体操会中央の男子児童が紐で、首から下げているのが出席カード学童の、夏季休暇中には、全国で早朝に、町内会や自治会が主催する、ラジオ体操の会が催されている。事前に、かんぽ生命等がスポンサーとなり、 学校などを通じて無料配布された出席カードを持参して番組開始前に町内の公園や広場などに集まり主催がアジさんのラジカセなどから流れる番組に合わせて体操を行う終了後には出席のゴム印を当日の日付部分に押す最終日には会への解禁賞もしくは参加賞として 昔ながらに鉛筆などが出されたり、お菓子や図書カードなどが出される地域も多い。少子化や他のスポーツ活動の早朝練習などの影響から、体操会の期間は夏休み全部ではなく、平日の2週間ほどに止めたり、実施しない庁内も見られるようになった。スマートフォン普及によりかんぽ生命公式アプリ内に出席カード機能を搭載し、 参加することに出席した証明としてデジタルスタンプを入手することができる。この期間中の早朝のラジオ番組は全国各地を指導者が巡回して聴取者と共に体操を行う夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会となり全国に生中継される。毎日ラジオテレビ体操に出演する講師やアシスタントピアノ伴奏者が全国各地の NHK 公開スタジオや 体育館、公民館、スタジアムなどを巡回するもの。この日の中継先では、この体操会自体が市町村単位のラジオ、体操大会として、普段は各町会で体操を行う児童や保護者を集めて開催されることが多く、翌年以降もこの日にラジオ体操大会を開催し、当時の放送を録音したものを用いて体操をするところも存在する。 日本の夏の風物詩の一つにもなっている。その中でも特に中央行事として、7月下旬から8月中旬のいずれかの日曜日に1000万人ラジオ体操、みんなの体操祭が行われている。この模様は総合テレビや NHK ワールドプレミアムでも実況中継される。また、夏季休暇中以外でも、主として毎年4月から10月までの日曜日や祝日で、 特別巡回ラジオ体操、みんなの体操会が全国10会場程度で開催されている。2020年は新型コロナウイルスによる感染拡大を受けて、夏季巡回、特別巡回ラジオ体操、みんなの体操会及び1000万人ラジオ体操、みんなの体操祭は初めて開催中止となった。夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会及び特別巡回ラジオ体操、 みんなの体操会では、テーマ音楽と会場の参加者の拍手に続き、指導者が全国の皆さん、会場の皆さん、海外でラジオをお聞きの皆さん、おはようございますと挨拶して、その後に指導者の手振りの合図で会場の参加者も、おはようございますと大声を張り上げて挨拶し、指導員が都道府県のことや季節のことなどについて話した後、会場の参加者が、 ラジオ体操の歌を合唱する。また、体操の準備の際に音楽が少し短縮されているほか、ラジオ体操第一の8科目目である腕を上下に伸ばす運動のところでは会場の参加者の1、2、3、4、5、6、7、8という声を会場全体に響き渡らせることが通例となっている。生放送終了時もテーマ音楽を流しながら、 指導者がピアノ伴奏者の紹介とともに締めの挨拶を行う。ラジオ体操会は1930年7月21日に神田万世教書の面校、加納巡査が子供たちが夏休みを楽しく過ごせるように土地を抱く神田佐久間町の佐久間公園で早起きラジオ体操会を実施したことが起源と言われ、同公園にはそれにちなんだ記念碑が建てられている。同じ頃、 佐久間公園にほど近い館大隅町の宮川広場で実施された全国ラジオ体操会が起源という説もあるが、両者ともお互いが発祥の地であることを認め合っている。また、文京区の大塚公園が発祥という説もあり、同公園内に発祥の地と記された体操する少年の銅像がある。NHK ラジオ第一放送で毎日朝、 NHK ラジオ第2放送で日曜を除く毎日昼に放送される。また、ラジオ第2では、日曜を除き朝と昼の放送の同日分の再放送を行っている。朝の本放送は、夏季順回ラジオ体操、みんなの体操会期間中は、生放送となる。放送時間 NHK 教育テレビジョンで毎日朝、NHK 総合テレビジョンで土曜、日曜を除く午前。 午後が放送される。総合の午前5分版は、みんなの体操として放送され、それ以外が、テレビ体操として放送される。国際放送、NHK ワールドプレミアムでは、総合の放送分を同時放送、E テレ放送分を6時50分マイナス7、00に放送する。ラジオ第一放送では、地震、台風などの大災害が発生した場合は大幅に、 番組の構成を変更して報道主体の体制になるが、この番組が中止されたり時間を変更されたりすることはほとんどない。1995年の兵庫県南部地震の時も地震報道を行った関西地方を除いて放送されていた。ただ番組の途中で地震情報、気象警報、交通情報並びに変電所トラブル、 沿線住宅火災が放送されることはある。NHK ワールドラジオ日本では全国一斉に放送される臨時ニュースがある場合を除いて中断することはない。また、オリンピック中継の最中であっても休止することなく予定通りの時刻で放送される。ただし、以下の例外もある。ラジオ体操制定に携わった日本体育海底ミサオ学校の流れを組む。 日本体育大学出身者が指導を務めている。テレビ体操において欠かすことができないものが、実技披露を行う女性アシスタントの存在である。基本的には、体育系大学の学生を中心に、オーディションで選ばれ、欠員が出たタイミングで補充される。採用の要件は、まっすぐ立てること。オーディション合格後、半年間のレッスンを経て、デビューとなる。 退任後もラジオ体操連盟等で、ラジオ体操の普及指導に関わったり、母校や地域での体育指導などに携わる人が多い。上田洋子と岡本美川アシスタントから指導者に起用され、女性のためのリズム体操の指導に当たっている。通常、テレビで手本となる実技を行うが、学校の夏休み期間などに行われる、巡回ラジオ体操ではそれぞれ各地に赴き、 現場での実技披露を行う。1000万人ラジオ体操みんなの体操祭では全員が出演する。2021年度の担当は以下の通り、ピアノ伴奏の紹介の際、ラジオ体操では継承略で紹介するが、テレビ体操では3付けで紹介している。その他,他、カセットテープや CD は数多く発売されている。2010年前後から、 各地の日本語の方言や言語による掛け声や和楽器、琉球楽器を用いたローカル版が盛んに制作されるようになった。これらは掛け声や伴奏が異なるだけで曲や体操は NHK が放送しているラジオ体操と同じである。CD 制作、または商業配信されているものを以下に挙げる。ラジオ体操第一津軽弁、麻生潮織による津軽弁の掛け声で、 伴奏は、津軽三味線。定畜エンタテインメントが配信。2013年6月19日に同社が発売したアルバム、ラジオ体操第一奥に言葉編に収録。ラジオ体操第一津軽弁、西尾勇気による津軽弁の掛け声で伴奏はピアノ。2013年7月17日に日本コロンビアが発売したアルバム、 ラジオ体操第1号統一当地版に収録。ラジオ体操第1岩手弁、平野正人による岩手弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第1号統一当地版に収録。ラジオ体操、東の弁版から今日も、頑張っぺな農業指導者、鈴木和彦による、東の弁の掛け声で、伴奏はキーボード。特定非 AD 活動法人等の真心ネットが CD を発売。 オラホのラジオ体操、本間昭彦による、石巻弁の掛け声で、伴奏はピアノ。東日本大震災の復興ソングとして、マッキャンヘルスケアワールドワイドジャパンの企画により、オラホのラジオ体操実行委員会が CD と映像を制作。ラジオ体操第1山形弁、佐藤結衣による、山形弁の掛け声で、伴奏はピアノ。定畜エンタテインメントが配信。 ラジオ体操第一奥に言葉編に収録。鶴岡版オラホのラジオ体操鶴岡市社会福祉協議会が CD を制作し、2013年3月14日、初披露。ラジオ体操第一茨城弁、山本啓一郎による茨城弁の掛け声で伴奏はピアノ。ラジオ体操第一ご当地版に収録。 ラジオ体操第一名古屋弁、たたぎりによる、名古屋弁の掛け声で、伴奏はピアノ。定畜エンタテインメントが配信。ラジオ体操第一奥に言葉編に収録。ラジオ体操第一関西弁、浜村淳による、関西弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第一奥に言葉編に収録。ラジオ体操第一京都弁、影山雅美による、京都弁の掛け声で、 伴奏はピアノ。ラジオ体操第1号統治版に収録。ラジオ体操第1大阪弁司会者寿太郎による大阪弁の掛け声で伴奏はピアノ。ラジオ体操第1号統治版に収録。ラジオ体操第1広島弁米本千玉による広島弁の掛け声で伴奏はピアノ。ラジオ体操第1号統治版に収録。ラジオ体操第一土佐弁小祭り家による 土佐弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第一ご当地版に収録。ラジオ体操第一博多弁、中島孝二による、博多弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第一奥二言葉編に収録。ラジオ体操第一博多弁、上村のりによる、博多弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第一ご当地版に収録。 ラジオ体操第一熊本弁。坂巻光弘による熊本弁の掛け声で伴奏はピアノ。ラジオ体操第一ご当地版に収録。ラジオ体操第一鹿児島弁地元芸人のちゃんさねによる鹿児島弁の掛け声で伴奏はピアノ。定畜エンタテインメントが配信。ラジオ体操第一奥に言葉編に収録。ラジオ体操第一鹿児島弁。 吉水隆博による、鹿児島弁の掛け声で、伴奏はピアノ。ラジオ体操第一号当地版に収録。奄美と口ラジオ体操字幕地と呼ばれる、奄美群島各地の言葉の9バージョンそれぞれの9名による、掛け声で、伴奏は参戦、知人及びピアノ。奄美市 NHK 直訳字幕地の2バージョンのみ第1、第2の両方があり、他は、第1のみ。 奄美と口ラジオ体操制作実行委員会の企画により NPO 法人環境教育推進協議会が CD を制作。ラジオ体操第一沖縄民謡歌手であるキアンヒトシによるウチナー、口の掛け声で伴奏はピアノ。沖縄チュラサウンズが制作、配信。キャンパスレコードから他2曲を合わせ、ウチナー口ラジオ体操として CD を発売。 ラジオ体操第一内縄口ヒープーによる内縄口の掛け声で伴奏はピアノ。ラジオ体操第一ご当地版に収録。ラジオ体操宮古島方言バージョン。宮古島市の女性二人組ユニットパンダル 50cc による宮古方言の掛け声で伴奏はピアノ。CD および DVD を制作。進化はスマムにラジオ体操地元コミュニティ放送のパーソナリティを務めた。 テルヤヒロフミによる、八重山方言の掛け声で、伴奏は参戦とピアノ。第1、第2の両方がある。新川あざかいスマムニラジオ体操制作委員会が、CD を制作、沖縄チュラサウンズ及び定区エンターテインメントが、配信。第1のみ、ラジオ体操第1お国言葉編に収録。ラジオ体操第1英語編パックンによる英語の、掛け声で、伴奏はピアノ。 冒頭のラジオ体操第一の部分はラジオエクササイズナンバー1と訳している。定畜エンターテインメントが配信。ラジオ体操第一奥国言葉編に収録。ラジオ体操第一イタリア語編。ホノルル妙法寺住職でテノール歌手の山村直生によるイタリア語の掛け声で伴奏はピアノ。定畜エンターテインメントが配信。ラジオ体操第一奥国言葉編に収録。 ラジオ体操第1ギニア語編、オスマン,サンコンによるススゴの掛け声で、伴奏はピアノ。定畜エンターテインメントが配信。ラジオ体操第1奥に言葉編に収録。FM 眠ろ月土曜日7時5分マイナス7、15に、みんなのラジオ体操の番組名で、第1、第2の両体操放送。カシオペア FM 毎日6時マイナス6、1二放送。 FM 単語月金曜日6時 -6-032 ラジオ体操第一を放送。FM 開放毎日6時50分7 0 0に放送。FM と読み付きから金曜日6時30分から放送。優先ラジオ体操第一を J-36 チャンネル、ラジオ体操第二を I-42 チャンネルで、それぞれ5分ごとに放送。 キャンシステムラジオ体操第一を、優先放送 A-24 チャンネル及び、サテライト 79R チャンネルで繰り返し放送。上田市真田優先放送6時30分から放送。上川町ケーブルテレビネットワーク8時、10時30分、及び15時30分の毎日3回放送。奥出雲町情報通信協会6時30分から放送。 大川村ふるさと放送1チャンネル15時から放送。西木町アイネット放送1チャンネル月金曜日6時30分から放送。那覇市役所会長日の15時にラジオ体操第一を放送。緊張毎日15時にラジオ体操第一を放送また、この他にも防災行政無線でラジオ体操を流している自治体もある。ありがとうございます。